ハイビスカスとかね。朝の機械島でございます。多分ね、向こうにそこはもう海だと思うんだけど ね、海に出れないね、ここはね。ちょっと来た道を戻りたいなと思います。沖縄ですよね、基本的に、ね、サトウキビ畑ですね。奄美大島にあったかな、ちょっと今思い出せないんですけどね。なんか沖縄みたいな島だなと思いますね。早朝で陰ってて、ちょっと寒そうかもしれませんが、2021年の12月30日でございます。でもね、相対的に暖かかったようなイメージがありますね。鹿児島県の喜界島を再現しております。しましたね、昨日のね、そう夜若干ね、初の木とかも青々としてるような、そういう印象があります。朝4時に喜界島に着いた時の感想は、サトウキビがね、できる相対的に暖かいね。ものすごく暖かいというわけじゃないんだけども、そんなに暑すぎる必要性がないというね。鹿児島とか九州に相対的に比べると、ですね、鹿児島市内よりは他の日本のどっかで大雪が降ったような、ね、そういう印象が、寒気団が来ていた時くらいで、サトウキビですもんね。それのサトウキビが生えてるだけでなんか暖かい気持ちになっちゃいますね。来たみたいな感じだったんで、まあ暖かいと言ってもろにちょっと暖かさが来ればね、ような印象があります。多分それなりに寒くなるんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ今日の9時の船に乗って、いや、喜界島ってね、鹿児島市内に戻るんで、ね、初めて来たんですよね。その時にまた相対的に寒く感じるんじゃないかなと思いますね。喜界島と奄美大島の間にはね、なんか経線がね、一本霧のいい経線が入ってるわけですよね。で、井戸の線の霧のいいやつがですね、ちょうど、喜界島の北のところ通っては、通っていて、その領域にね、行ってみたいなという気があってですね。奄美大島はね、もう2回も来てるのにね、喜界島はまだ来てことなくてですね。まあ以前ね、行こうかなって思った時があったんですけど、鹿児島市内から来ると朝来て夜帰れるんですよね。ただ反対方向から来ると夜に着いて必ず泊まって、でまた夜出るみたいな。奄美大島の方に行くんだったら早朝の船に乗らなくちゃいけなかったりとかね、結構ねルートを選ばせるところなんですね。なんかこれ面白いね、サンゴでしょうかね。サンゴとかをね、なんか飾りに使ったりなんかしちゃって、結構島文化がいいな。闇の跡って書いてありますね。歴史がね、残ってんですよね。なんかね、雰囲気がね、なんか島文化が色濃いところってやっぱり魅力的ですよね。何気ない鳥居とね、神社なんですけどね、まあ、雰囲気がやっぱり独特じゃないですか。形も何もかもが、なんかそんなところにね、心がね、グッとくるんですね。家の塀一つしてもなんかね、独特ですよね。島はね、石垣っていうんでしょうかね、島石垣っていうんですかね、独特ですよね。この古めかしい感じがね、たまんないんですよ。これパパイヤですかね、港でございます。もっとね、時間があったらね、泊まったりですね、美味しいもの食べたりとかですね、魚釣りをしたかったんですけどね。
ただ今僕はここにいた。今僕はですね、鹿児島県の喜界島というところにいますね。海のところでございますね。自転車でできております。美しい海岸線ですね。まあ奄美大島はね、こっちの方なんですね。でこっちの方が北ですね。こっちは北ですね。鹿児島市は向こうの方ですね。で向こうの方にね、今日は奄美大島の港があって、ずっとね電車にぐーっと回ってきて今ここに来ています。でですね、ここにですね、東日本大震災漂流船というのは、漂流漁船というのが置いてあるんですね。はい、2011年のね、地震の時に、漂流していた漁船がね、ここまでたどり着いた宮城県の気仙沼市、自転車旅で行きましたね、と、去年からざっとしたね、今年の4月かな、最近行ったね、いつ行ったか忘れちゃいましたけど、ね、漂流船があるんですよ。こんな感じで映ってるかな、ビデオが映ってるかな、こんな感じでね、あるんですよ。青春ジャスティックがあったら、ピンピンしたら